本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの竹部です。本日は青木厚志医師が書かれた弱った体を修復する内臓リセット健康法という本の解説動画より、弱った体を修復する内臓リセット健康法という結論部分をねピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて今回の動画で解説しているのは、最先端のバイオテクノロジーがたどり着いた健康の最終結論、弱った体を修復する内臓リセット健康法であります。さてこのように言っちゃうとなんだか難しそう、取り組むの大変そうだなと聞こえるかもしれませんが、弱った体を修復する内臓リセット健康法は極めてシンプルな方法で、誰でも簡単に実行できるものであります。シンプルでありながら、内臓の疲れが取れる、脂肪が分解される、オートファジーが活性化するなどといった圧倒的なメリットが得られますから、ぜひこれを聞いている皆さんには今日から実践していただきたい非常に素晴らしい内容となっております。今回の内臓リセット健康法を実践して内臓の疲れを取り、機能を高め、あなたの弱った体を細胞レベルで修復し、心身の不調や病気とは無縁な生活を送っていこうではありませんか。これはとても重要な内容になっておりますので、ぜひこの動画を最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは切り抜き動画スタートです。さて最先端のバイオテクノロジーがたどり着いた健康の最終結論、それが本書で提案されている弱った体を修復する内臓リセット健康法でございます。このように言うとね、なんだか難しそうだなとか実行するのが大変そうだなと感じる人も結構いるのではないでしょうか。しかしその方法は極めてシンプルです。次の2つを組み合わせるだけで OK です。1. 週1回まとまった空腹の時間を作ること。 2. 週に2回科学的に正しい簡単な運動を行うこと。この組み合わせが内臓の疲れを取り、機能を高め、あなたの弱った体を細胞レベルで修復し、心身の不調や病気を遠ざけてくれるんだと著者は言います。ここが本書の結論というか最も重要なポイントになります。これからなんでこの組み合わせを実行すれば内臓がみるみるよみがえるのか、具体的にどのように空腹の時間を作り、どのように運動すればよいのかといったことを深掘りして解説していきたいと思います。全ての内容を記憶するのは難しいとは思いますが、次のことだけはぜひ覚えておいてください。弱った体を修復する内臓リセット健康法は、1週1回まとまった空腹の時間を作ること、2週2回科学的に正しい簡単な運動を行うこと、この2つを組み合わせて実行することである。これさえ覚えておけば、難しいことを言わなくてもあなたの内臓はみるみる若返り、今よりもはるかに健康的な毎日を送ることができるでしょう。ではでは、空腹の時間を作ること、科学的に正しい運動を行うことで、なぜ内臓をよみがえらせることができるのかをサクッと解説していきましょうか。空腹の時間を作るというのは、具体的には睡眠時間を含めたものを食べない時間を16時間以上作ることでございます。それによって得られる効果としては主に次の3つが挙げられます。1内臓の疲れが取れる、2脂肪が分解される、3オートファジーが活性化する。ではそれぞれ分かりやすく解説していきたいと思います。まずは1つ目のメリット、内臓の疲れが取れるについてですが、あなたは1日3回規則正しく食事をすることが健康に良いと思っていませんか。残念ながらそれは間違いでございます。胃腸や肝臓は私たちが食べたものを何時間もかけて消化するんです。1日3回食事をしていると食べ物がひっきりなしに運ばれてくるため、内臓はフル回転で休みなく働き続けなければならず、結果疲弊してしまいます。その結果さまざまな体調不良につながるんです。一方で空腹の時間を作れば、僕らは内臓を休ませることができるというわけなんです。それではメリットの2つ目、脂肪が分解されるについてですが、私たちの体は普段糖質を分解してエネルギーをゲットし、余った糖質を筋肉、
肝臓、脂肪細胞に蓄えています。ところが物を食べずにいると血中の糖質が消費され、筋肉や肝臓に蓄えられた糖質の塊であるグリコーゲンも完全に消費されてなくなり、体は脂肪を分解してエネルギーを作り出そうとするんです。つまり空腹の時間が長ければ長くなるほど脂肪がどんどん分解されるというわけでございます。それでは空腹の時間を作るメリットの3つ目、オートファジーが活性化するについてです。さてこれが超重要でございますよ。今までお話ししてきた空腹の時間を作ると内臓の疲れが取れる、脂肪が分解されるというだけでも大きなメリットなんですが、このオートファジーにはそれらをはるかに上回る効果があります。ぜひ押さえておいてください。このオートファジーがどれだけすごいもので、どれだけのメリットを私たちにもたらしてくれるのかを理解するには、次の根本的な問題について考えなくてはいけません。それはなんで私たちは病気になるのか、そもそもなぜ私たちは老化するのかということでございます。皆さんはなんで僕らは病気になったり老化してしまうと思いますか？栄養バランスが悪いからでしょうか、ストレスを抱えているからでしょうか、さまざまな意見が考えられると思いますが、先に結論を言ってしまうと、多くの病気や老化は細胞の異常や劣化によって起こるんです。私たちの体は約60兆個もの細胞によって成り立っており、それらは日々分裂し生まれ変わっています。分裂するときに細胞は DNA が持つ情報に従って正確にコピーされるんですが、加齢や食生活の乱れ、ストレス、細胞の劣化などによって遺伝子がね傷ついちゃうと細胞のコピーミスが起こるんですね。このコピーミスを起こした細胞が数多く生き延びて塊になってしまったものが癌でございます。また私たちの細胞の中には数多くのミトコンドリアという大切な器官が存在するんですが、このミトコンドリアは私たちが生きるのに必要なエネルギーを作り出す働きをしてくれております。その時細胞を酸化させる、すなわち錆びさせてしまう活性酸素も発生してしまいます。そしてやはり加齢や食生活の乱れなどにより、細胞やミトコンドリアが劣化すると活性酸素が多く発生し、さらに細胞が劣化し、疲労やさまざまな体の不調や老化が引き起こされるんです。なんで私たちが病気になるのか、老化するのかが分かっていただけましたでしょうか。ここまで言ってきたことを踏まえると、細胞さえね正常に機能していれば私たちは常に健康でいられるはずですよね。だから細胞を正常に保つ工夫をしてやればいいんです。そこでポイントとなるのが、人体の奇跡ともいえるオートファジーでございますよ。オートファジーとは、オートイコール自分自身とファジーイコール食べるというね、2つの単語が組み合わさった言葉で、簡単に言うと細胞が自分自身を食べちゃって新しく生まれ変わることでございます。オートファジーは古くなった細胞を新しくする奇跡のメカニズムなんです。私たちの体は約60兆個もの細胞でできており、細胞は主にタンパク質で作られています。日々の生活の中で古くなったり壊れたりしたタンパク質の多くは体外に排出されるんですが、排出しきれなかったものは細胞内に溜まっていき、細胞を衰えさせ、さまざまな心身の不調や病気、老化の原因となってしまいます。特に細胞内のミトコンドリアが古くなると体を錆びさせ、さまざまな病気の原因となる活性酸素が増えちゃうと言われています。一方で私たちの細胞は普段食べ物から栄養を吸収し、必要なエネルギーを作っています。ところが空腹の時間が長くなって栄養が何も入ってこなくなると、体は生存するためにやばいぞと、何か使えるものはないのかと言って体内にあるものでなんとかエネルギーを作り出そうと頑張るんです。何か使えるものはないかなと頑張って探した結果、あれ？古くなったり壊れたりした細胞内のタンパク質を集めてこれを分解すれば、それをもとに新しいエネルギーが作れるやんけということに気づくんです。そして古くなった細胞を新しくする奇跡のメカニズムが発揮されるというわけでございます。その際古くなった細胞内のミトコンドリアも分解され、エネルギーを供給するとともに新たに生まれ変わるんです。
これがオートファジーであり、オートファジーによって細胞が生まれ変われば、体にとって不要なものや老廃物が一掃され、細胞や組織、器官の機能が活性化し、病気になりにくく若々しい体になります。しかしですね、体の中に食べたものによって得られた栄養が十分にある状態では、オートファジーはあまり働かないんです。オートファジーは強いストレスを受けても生き残れるように体内に埋め込まれた仕組みであり、体や細胞が飢餓状態となった時や低酸素状態になった時に活性化するということが分かっています。具体的に申し上げると、最後に物を食べてから12時間ほど経過したところからオートファジーが始まります。12時間と聞いて、あれ、前空腹こそ最強の薬を読んだ時には16時間ってお前言っていませんでしたかと思われる人いるかと思います。それはその通りで、オートファジーは12時間ほど経過したところから始まるんですが、オートファジーをしっかり働かせるためには最低16時間程度の空腹が必要であるということでございます。つまりですよ、まとまった空腹の時間を作って初めて私たちはオートファジーにより細胞を生まれ変わらせることができるんです。そして本書では空腹の時間と運動の関係性についても書かれております。ここがね、前作の空腹こそ最強の薬には書かれていなかった部分ですから、よくよく聞いておいてほしいんです。実はね、空腹時に運動を行うことで、なんとオートファジーがより活性化すること、運動によって筋肉を動かすと、その部分にオートファジーが起こりやすくなるということが最近の研究によって明らかになったんです。つまりですよ、空腹の時間を作ることかける科学的に正しい運動をすることは、筋肉量や筋力を維持しながら内臓の疲れや衰えをリセットし、体を細胞レベルで若返らせることができる最新の医学研究でも認められている健康法であり、免疫力を飛躍的に高め、さまざまな心身の不調や病気を予防し遠ざけることが可能となるんです。それでは一言の内容をまとめておきましょうか。ポイント1、弱った体を修復する内臓リセット健康法は、1、週1回まとまった空腹の時間を作る、2、週2回科学的に正しい簡単な運動を行うという、この2つを組み合わせるだけである。ポイント2、空腹の時間を作ることとは、睡眠時間を含めたものを食べない時間を16時間以上作ること。そのメリットは3つで、1、内臓の疲れが取れる、2、脂肪が分解される、3、オートファジーが活性化する。この3つである。ポイント3、空腹時に運動を行うことでオートファジーがより活性化するということが新しい研究により分かった。本日は以上になります。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。